とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー初見攻略やっていきたいと思います。久しぶりだね。25回っていうのが。最近ずっと、30回が続いてたので、たまにはこれぐらいが、いいんじゃないですか。ちょっと待って、ジオマンサー、あそこの乗ってほしいな。ちょっと多くない多いぞ。OK。まあまあ、じゃああっち側は、後で仕留めよう。おいおい。いきなり、なんか、すごい数やね。あ、いたいたいたい。もう両方食らったわ。両方食らった。あぶねえ、もう。オッケー。え、まだ、ああ、あっちか。多いな。敵多い。でも多分これね、序盤が難しいタイプだな。ドラだね。ボーンクラブ欲しいけども、ドラが唯一の可能性があるので、そっちを取っていく。おいおいおい、待って待って待って、思いっきり食らってるわ。おい、危ねえ危ねえ危ねえ。ひどいね。いやいやいや、今シーズンなかなかだぞ。 OK、 今シーズンはこれなかなかですよ。よし、オッケー。いや、多いわ。1階、2階が敵がとにかく多い。まあ、いらんかな。何階でボスが出てくるかによる。まあ、意外と手前だったら、雷の杖とドラでいけそうな気がするけど。おい、すごいな。敵の HP も結構高いやつばっかりだね。 HP 高いやつ出るな。 OK。 これあれかな、ボーンクラブ取っていった方が良かった。その方が楽な気はするけど。はい、敵は多くはないよね。あ、カトラス。あ、でも弱い。ヘビークロスボウか。ノビをね、落とす感じだったら、おいおい、すごいね。ヘビークロスボウが間違いないんでしょうけど。すごいな、今回。おいおい。はい、クリーパーが異常なほどに多い。あ、でももういないかな。 OK、 OK。 ええ、あれ、あ、いた。4回組よ。なんかすごい特徴のあるところですね。あ、これもう星夜持っていけ。あ、エンチャント見てなかったな。あ、クールダウンあるんだ。まあまあ、とりあえず1入れとけ。さすがにこの狭いところでクリーパーはないでしょう。 OK。 ここでクリーパー、いや、来るんかい。間違えてよかった。まあまあ1体だけだけどね。ゴーレム持っていく？タンク用にゴーレムを持っていきましょう。で、クールダウン2入れとこう。ああ、いった。いった。
無理せずゴーレム出していこう。ほんとクリーパー多い。よしよし、怖いな。よし、もう出ない？終わりか。よしよし、まあ敵の数はね序盤に比べるとだいぶ少なくなってきたけども、クリーパーが出るね。8、なんか召喚ビルドになってきた。召喚になってきたぞ。いいけど別に。よし、 OK、 いい感じじゃん。終わり。はいはい、これでサクサク進むのいいね。あー、ビーネストいいな。でもユニークがねすぐ来るかわからないんでやめとこうかな。いや取った方が良かったかな。まあいいか、まだ全然なんとかなってるんで大丈夫。一応こっち側に蜂置いて殲滅してくれるように頼んどこう。よし、で俺たちはこっちのやつをぼちぼち倒しましょう。もう出ないかな。うん、終わりだ。敵は少なくなった。お、あ、あーいいじゃん、こっちの方が。あ、よかったよかった、ビーネスト取らんでよかった。え、ユニークやめてよ。あ、パワーよかった、パワーだったらもう星夜をあげましょう。これうーん悩むね。ポーションバリアを入れるかクールダウンを入れるか。このアーティファクトの感じだったらばポーションバリアでいいのよね。あ、これ絶対伸びでしょ、これ絶対伸びじゃんこの場所、まあ、とりあえず雪玉さん入れて、いや、後々いいアーティファクトが出ると考えてクールダウンだね。これ絶対伸びが出るから。で弓は、おお違う、仕事だ。でも絶対伸びかと思ったんだけどね、まさかの大釜。あんならヘビークロスボウじゃなくってバーストでもよかったか。ハープーン変えていこうかな。うん、ハープーンに変えるだけでいいですね。追い打ち、いや今回意外と周回早そうよ。よし、クリーパー出ない、なんかすごい出てきそうな感じがするんだけど。よし、ナイス、終わり。よし、いい感じです。あー、ここはもうパワーシェイカーよ、間違わん。でゴーレムはいるから8と変えていきます。エンチャントはとりあえずはまだいいか、入れれんしね、まだ OK。 パワーシェイカー来たならばやっぱりクールダウンで間違いなかった。 OK、 よっしゃ、
攻撃。いい感じか。こっちいないね。よし、もうこれで半分だからね。これ序盤が結構難しくって、中盤結構楽だよ。あ、でここでバーストも出るのか。まあまあハープーンのまんまでいきましょう。釣り竿あり。ゴーレム更新していきまーす。ここはさすがにクリーパーが出るでしょう。はい、おっと、そんなところに。ナイス。まだ出る？あ、まだ出た。よっしゃ。おお、出るね。ネクロが思った以上に数出てきた。でももういないでしょう、おそらく。あと2体でおしまいかな。まだいた。はい、13回終了。ネクロいるけど全然問題なしです。いらんね。おっと、久しぶりにこのステージ。よし、 OK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 。ハープーンが結構強いんで戦いやすい。イエス。あー、オッケー。終わりか。はい、14回終了。なかなかいい感じじゃないですか。いや、いいね。そのまんま。いきます。で、中途半端だったエンチャントを入れていかなきゃね。火属性を多めに入れるか。うん。一応火力を出していきます。で、この次が商人でボスっていう感じかな。どうだ。いや、楽勝。 OK。 まだいるんでしょ。よし、終わり。なんか中盤本当ぬるくなってきた。もうクリーパー出なくなったしね。難しいのは序盤だけか今回。あー、でここで雷の杖。あー、火力あるね。でドラもあるし。でも虚無がないんだな。なんだユニーク。あ、もう防具あげよう。 OK、 反撃者99で、ボスかい。あー、ボスだ。何が来る。まあこの装備だったら全然問題なくいけるでしょう。 OK。 あー、倒せそうな気がしたけどな。 OK、 終わり。雑魚出る前に倒せそうな気がしたけど、ちょっと時間足らなかったか。あー、エンチャンター。あ、いやいやいや、もう弱いもん、弱いもん。愛のメダル、愛のメダル大好き。アップドラフトもいいけどね。
愛のメダルで、あ、ここ、うん、クリーパーいっぱい出るとこじゃない？あ、違うか、なんかクリーパーがむちゃくちゃ出る場所があるんだけどね。ここでこのシーズンじゃないな。オッケー、あ、危ない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 、よし、あ、終わり、まだ意外と長い、どうだ、よし18回終了。いや全然アップドラフトでもね良さそうだけど、愛のメダルでもいいんじゃないですか。おっと、変えてこ、もう怒りはダメ。ソウルナイフ悪くないね。ああー、でもこっちかな、衝撃波入ると強いんだけども、虚無も一緒にのところにあるのよね。ならばもうこっちだ。で虚無多めに入れて爆発かな、行きましょう。まあ、ボス次第だな、ボス何が来るか。邪悪なレイスはやめて、なんか最近多いから、あいつ邪悪なレイス多いわ。よし、いいですな、 OK、 OK、 お、いいね。まあ、多分矢はそんな使わないでしょうけど、あるに越したことはない。ほんとこれね、今回防具が素晴らしい。あと1回出る、もうエンチャンターだらけだねいや問題ないけど、いやまだ出るんかい、まだ出た、よし終わりだ、終わり、嘘、まだいたの、ちょっとあいつめんどくさい。次はどんな感じ、あー釣り竿にいいね、釣り竿にいい。ゴーレムか、いやいらんね、いらん、このまんまいきます。よし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 、オッケーオッケー、いいんじゃないですか。すぐに難しいやつは出てこない、いけ、よし、で敵多い、敵多いな、下はもういない、いないね、ここ敵多い、どうした、あ、もう嫌なやつ、よし終わりかい、まだどこ、こっち、あ、いた、20回クリア、あ、ここハープーン変えていこうか、ハープーンをさらにパワーアップさせて、エンチャントはまあこんな感じでいいかな、21、23、まあまあまあ、もう少し、もう少しです。クリーパーここ出るっしょ、出ると思った、これ絶対多いと思う、
やべえやべえ、よっしゃ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 、あぶねえ、絶対来ると思ったよ。よし、なるほど、ここはちょっと狭いところであの数出てこられたらちょっときつかったね。まあドラとパワーシェイク、あーここにもドラあるのか、なら最初はボーンクラブ取っても良さそうね。 OK、 うん、最初ボーン、あ、いやー違う、ダメだ。うん、まあいいだろうけども、ボスを倒すためにはやっぱりドラ入れとかないとね。いやちょっときついよ。おいおいおい、ここも敵出てくるな、こんな出る、はいはいはい、多いと思ったよ。やばい、パワーシェイカーの時間切れになりそう。 OK、オッケー、あぶねえ、あぶねえ、ラビジャー思いのほか強かった。でこっち敵少ないんかい、こっちは敵がもろ少ない。でこっち側は、あ、まあまあそれなりって言ったところですか。はい、いつもと違う感じの敵の湧き方ですね。これ地雷とか持っていった方がいいか、いやいいか、なんかボス用にそういったのが有効かなと思ったけども、いいか、よっしゃ、オッケー、あーエンチャンターは早めに処理しとこう。 OK、 まだ出るっしょ。はい、あー愛のメダル使っとけよかったか。危ない危ない、 OK、え、終わりこれで、あ、いやそんなわけないよな。まだ出んの、なんかちょくちょく出るのやめてくんない。もう出るならもう一気に終わらせたいんですけども。はい、23回で24商人のボスか、いらんね。うん、いいかな、まあ、ボス次第。これあんまり上がらんかった全然上がってねえ。まあいいや、何がついた、ゾンビ特攻いらない、いやボス次第だわ。でも邪悪なレイスやめてよ、邪悪なレイスいらんからね。はい、なんだ、あ、ミスった、あ、もうミスったわ本当に久しぶりにあなた出てきたね。よしよしよし、もういいや、あそこザコ残ってるけども、 OK、 うん、はい終わり。ちょっとめんどくさかったけども、まあまあ
余裕ではありました。どうだ、おお、なんかなんか武器3つか。旋風1ダメ、衝撃波爆発1ダメ、あーなんか微妙ですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。